突っ込んでくるぞ四連スネークヘアピンに。あんなあっけなく消えるラインか。なぜこのままじゃ絶対にスペースを開けてもらえない。どうする。見えなければいいんだ。さっき俺がやられたみたいに相手の視界から消えればやってみるしかない。いない。86がミラーから消えた。これは俺の車の音じゃない。いるのか、そこに。なんだと。やられたぜ。ついさっき俺がやってみせた消えるラインの応用のつもりか。一度抜いた車に峠で抜き返されたのはこれが初めてだぜ。だんだん分かってきた。社長が俺に何を見せたかったのか。だがこっからは遠慮しねえぜ。86が前にいるのか。スネークヘアピンの4つ目で行く。見せてやるよ。箱のレースではこんなパッシングもあるってことをな。させるほど強くは押してない。相手の姿勢を一瞬崩してやるだけだ。ここで離されたら絶対に二度とチャンスはない。またそれかよ。同じ手は二度と食わないぜ。86がついてこないぞ。なんだありゃ。86がライト消して走ってやがる。え、86のヘッドライトが消えてる。いる。ついてきている。ミラーには映らないが確実に後ろにいる。冗談じゃねえぞ。こんな真っ暗な峠道をヘッドライトを消したままで走り回れるのか。テールランプを見ちゃダメだ。見るのは前の車のヘッドライトが照らす道路。それをイメージに焼き付けて凌介さんが教えてくれたラインをなぞることだけに集中するんだ。参ったぜ。ここまでやられちゃうな。すげえよお前は。だがこの最終セクションにはもう追い抜きのポイントはないんだ。勝つのは俺だぜ。86ライト消えてんだってよ。すごいな。そこまでは教えていない。藤原のオリジナルだ。俺が藤原にかけていたものはこれだ。追い詰められてギリギリの状態で覚醒し進化するもの。
ゴールはすぐそこだ。勝つには勝ったが。諦めないぞ。隙があれば絶対行く。あの時なんでラインを。